こんにちは。本日も動画をご覧になっていただき本当にありがとうございます。痛みによる苦痛で歪んでしまった顔を笑顔にする鍼灸整体院リーフ院長の笹原健太郎です。本日は、前回の動画に引き続き当院のコンセプトについて話をしていこうと思います。で、以前の動画でまずなぜうちが腰痛膝痛専門でやっているのかで、特に主にコンセプトですね、なぜその腰痛膝痛専門でやっているのかについて説明しておりますので、前回の動画もぜひ見ていただければなと思っております。でうちの一番のコンセプトは寝たきりにならないようにすることですね。で、健康寿命を延ばすことで、やりたいことをやっていただく、もうお孫さんともうずっと遊んでいただいたり抱っこしたり、あと旅行に行っていただいたり、あとは好きな趣味をしていただいたりっていう生きがいを持って、ね、日々過ごしていただきたい、そういう思いで当院は治療をしております。で、なぜこのように思ったかいう経緯をちょっと今日話をしたいんですね。で、私以前の動画でも言ったんですけれども、この治療院会員する前は往診専門でそういう施設などに行って治療の方をしておりました。で、そこで、もう寝たきりになってしまって動けない方、いやもう足腰が弱っても何もできない方というのを山ほど見てきました。で、その中で一番に感じたのが、その周りの方ですね、もう家族の方が疲れ切って泣いてるところであったりとか、お金で困ってるところであったりっていうのをすごい多く見てきたんですね。で、いや本当にこれはどうなるのかなと。で、今後もう高齢者がどんどん増えて、で子供の数が減ってきますよね。で、うちも子供がいてるんですけども、その子供たちが今後どうなっていくのか、高齢者が増えて、で寝たきりの人もすごい増えると思います。これから10年の問題と言われてるので、でその中でどうしたら防げるのか、どうしたら高齢者も子供も生きがいを持って生活できるのかと思った時に、やっぱり一番はみんなが健康でいることであるとすごい感じたんですね。で、一人がもう多分寝たきりになってしまうといろんな人に迷惑かかりますよね。なんで一人でも多く寝たきりであったり弱ってる方を少なくできたら、健康寿命を伸ばしてあげれたら、今の子供であったり、あと高齢者であったり、みんなが生きがいを持って生活できるのではないのかなと思い、そういう方を一人も出ないようにですね、こういう寝たきりの方であったりで、健康で生きがいのある生活を持った方を一人でも多く作りたいと思って治療院を開業して今現在やっております。なので、寝たきりになる前、絶対にこの腰痛膝痛になる方が非常に多いです。腰痛膝痛になって痛いから外に出る量が減ったりとか、運動量が減ったりとかですると食べる量も減っての、悪循環で寝たきりになってしまう方が非常に多いです。なので、まだ私なんか先の話やわと思わず、もう腰痛膝痛でちょっと悩んでる方はぜひもうこれを解決するようにしていただきたいです。ここ解決していただいたら寝たきりになるリスクっていうのは非常に減ります。で、健康寿命が伸びて、こうやりたいことができて、生きがいを持った生活ができます。なので皆さんぜひ、特に腰痛膝痛多いので、治療して、あと自分でケアして改善していただいて、生きがいを持った生活を送っていただければなと私自身すごい願っております。で、この動画を見て当院のことを気になった方は下にリンクがありますので覗いてみてください。で、当院に来た方は絶対に腰痛膝痛を治して健康で生きがいを持った生活を送っていただけるようサポートさせていただきます。それでは以上になります。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。